皆さん、こんばんは。大家好。では、私の方からは、今度は沖縄の話を紹介したいと思います。那换我这边的话，就分享冲绳的神话故事。可以分享那个。有有有，啊，OK。稍微慢一点点。ちょっと、じゃあ、その間にお話しすると、実は私、今、紹介もありましたが、ブヌン族のことも実は研究しています。其实他的话，研究布农族的文化。でも今日は、地元の沖縄のお話をします。但今天是来分享中山的故事。ただ、私実は神話とか、専門ではないので 基本的なところだけで、をお話ししたいと思います。但是他的那个研究专业的部分也不是神话，但是也可以分享一些基本的部分。はい、じゃあ、下一页。はい。これが、中国語で書いてありますけど、おおよその今日お話しする内容です。ざっと見ていてください。那今天老师为我们，他听到今天的听众朋友，就是大部分就是一半以上是台湾人，然后就很特别，特别就是用中文来帮我做一点点。はい。で、もう一つだけ紹介すると、先ほどの、ビニックさんは、一つの話を詳しく紹介してくれました。然后刚刚B 讲是帮我们分享说一个具体的神话故事。私の場合はですね、一個一個細かくというよりは、おおよそ沖縄にこういう話があるよ、こういう話があるよということで、沖縄の神話故事の、概要をお話ししたいと思います。那这次石岩老师的话，就可能跟 B 讲的方式不一样，就是会介绍冲绳的神话故事大概有哪些，就大概就比较大的大纲的部分来介绍。じゃあ、下一页。で、こちらもですね、あんまり時間かけてると時間がないんですけれども、沖縄の研究はもう100年ぐらい、まあ、台湾もそうですけど、神話研究、たくさんの研究があります。比較研究もなされています。然后冲绳跟台湾也是一样，一样，然后就大概有一，是我的声音吗？是 echo 吗？回音吗？对，就差不多100年的历史，有比较的研究。で、まあ、私も専門ではないんですけれども、いろんな方が研究されています。ですが、まあ、理論家っていう部分ではまだ、まあ、いろんな方が研究されていますけれども、後で最後にお話しますけど、台湾のお話のように、その現場の教育というかいうところまで、なかなかまだ、絵本とかあってもですね、なかなか教育の現場まで使われるっていう状況には残念ながらなっていません。那其实冲绳的那种神话故事，很多人在研究，然后就写成理论化的写下来。但是刚刚听到 B 讲的那个实验学校那样，可能冲绳的这些神话故事还没有回归到教育的现场。はい、じゃあ、下一页。はい、では、いくつか、まず最初の、中国語で通じるか分かりませんけど、世界がどうやって出来上がったか、国々がどうやって、島がどうやって出来上がったかっていう話をいくつか紹介したいと思います。那首先，冲绳的这个创世神话，就是冲绳或者是这个地球、这个世界怎么造来的？はい、これは実は後でもお話しますけど、日本のその大和の神話にもとても似ているんですけれども、海のところにですかね、空から天から神様から男女が遣わされて降りてきて、もしくはまあ一人の神だったりする場合もあるんですけども、降りてきて、その人たちが、まあ、神たちが島を作った、海から作ったという話がたくさん伝わっています。那就有一些琉球的这些创世神话，很多都是从海或者是从天空来到一对男女或者是一个生命，对，然后就在创这个世界的故事还蛮多。はい。で、面白いのは、やっぱり男女が、アダムとイブのように出てくるんですけれども、その男女が、お兄ちゃんと妹、
とかいう説明がなされることもあります。然后，就像这种，就是天空是海边救过来的一对男女，或是一个绅士，还蛮像日本本州也有这些故事，但是还蛮有趣的。是冲绳这边的是这个一对男女，有时候是哥哥跟妹妹，亲哥哥跟亲妹妹也会有这样子的故事。はい。で、まあ、兄弟同士なんですけど、儀礼的に巡り合ったふりをして、子供が生まれたりっていう神話が日本にあるんですが、沖縄の場合は、風邪を受けて妊娠するという話もあります。風を受けて、被風吹。被风吹。在日本本州那边的话，可能是因为是兄，就哥哥跟妹妹嘛，所以就尴尬，就假装不认识，然后就遇到，就生孩子之类的。但是冲绳比较有趣的神话故事里面说，就被风吹，怀孕生小孩，也有这样子。はい。で、琉球は、沖縄は、ごめんなさい、沖縄の紹介してなかったですね。沖縄は台湾の隣にあり、沖縄、日本の一番南、台湾に近いところにありますけれども、昔、王国がありました。然后刚刚忘了冲绳在哪里，这个就基本的介绍。那冲绳是在日本的最南端，然后以前是一个王国。で、王国があったせいもあって、琉球王国の王室の、神話では、その子供が生まれるときに、男の子が3人、女の子が2人生まれて、それぞれ長男、次男、三男。長男は国王、次男は、まあ、貴族というか諸侯、そして三男が百姓で、女の人は、長女が高級の、宗教者、そして次女はもう少し下の宗教者っていうような身分と合わせて神話が作られていたりします。然后就还蛮有趣的是，以前冲绳王室就是这个就王国的那个国王那边就有三个男生生了三个男生，两个女生，然后三个男生，老大是国王，然后老二是贵族，然后就最小的弟弟是百姓一般的，然后就女生的部分是就姐姐是高级的僧女，然后就第二个女生是比较低一点点的这种信仰有关的女生，这样子就跟那个身份不一样。はい。で、次に紹介したいのは宮古島のお話です。然后再来介绍宫古岛是另外一个冲绳的小岛的装饰故事。そこも、まあ、似てる話があるんですが、そこの話で面白いのは、蛇が、大蛇がいてですね、それを殺そうとしたら、その大蛇が、ちょっと待てと。俺はお前たちの祖先だぞって言って、蛇が実は自分たちの島の祖先だったっていう話がちょこっと、宮古島の地域にはあったりします。然后，宫古岛比较有蛮有趣的一个神话，就是说就岛上有一个很大的大蛇，对，然后就要他们就要杀这个大蛇的时候，就大蛇反应说，就其实就等等，我们是你们的祖先，对，原来是宫古岛的人是这个大蛇的子孙这样子。はい。で、もう一つ紹介したいのは、私、石垣ですけれども、私の生まれ故郷の石垣島の、創造神話です。然后就另外一个是石垣岛，也是跟石垣老师的出生地，故乡就那个的创世神话。そこはですね、面白いことに、海岸の砂浜にですね、穴があって、その穴から、ヤドカリとかいろんな動物が出てきて、最後に人間も海岸の穴から出てきたっていう話になってます。然后石垣岛的创世神话故事说，就沙滩里面有一个洞，然后从那个洞里面有寄居蟹啊，还有其他的小动物跑出来，然后就最后人类的男生跟女生也是那个洞出来这样子的一个故事，就这样子变创世的一个故事。はい。で、この話は実は、専門の神話の研究をされている先生方の本を読むと、どうも東南アジアにも似たような話があるということを聞いています。然后，实验老师听专门研究这个故事的老师们说像这样子的故事是在东南亚也会有像类似相同的神话故事。